はい、えー、こんにちは、お疲れ様です。珍しく Facebook の記事をね、拝見していて、そこ関連で、小野里さんの動画のサムネイルに行き着いたんですけども、すいません、動画の内容は見ておりません。でね、今回私がこの動画を撮ったのは、若者言葉は持てないっていうことなんですよね。特に40代、50代で、これを使ったらほぼ持てないっていうね、NG ワードがあるんです。その一つが、ガチでってやつなんですよね。 あとね、マジでってやつなんですよ。この二つって、ついつい私たちも同年代の人が使ってるから使いたくなるじゃないですか。基本的にムカつく言葉らしいです。これはですね、はばかりながら、30代から40代終わるまで、ずっとね、年の差恋愛をしていた私の、あの、女性からの生の意見。それで、あと一部ね、男性からの意見ですね。主に20代の方。 20代の女性が主に言ってらっしゃることで、40代とか50代ぐらいのイメージ落ち着いた、ある意味ね、大人の雰囲気がする方が、マジでとガチでって言うと一気に冷めてムカつくらしいんですよ。なんか若者にこびてるみたいで腹が立つから絶対にそういう人には、まあ、恋愛感情を抱かないよって。もうなんか生理的に無理っていうようなね。まあ、そんなことね、よく言ってましたね。 で、これはありがたいことなんですけども、くぼっちゃそういう言葉使わないよねとかねあの、クーボンっていうね、いう呼び方をする方もいたんですけども、まあ私はね、あの、何マジでとかガチとか全然言わないから、やっぱりその辺他の軽々しい、 えー、まあ中高年のね男とは違うからちょっとそこが惹かれるとこかなっていうふうなことを言われたことがあってまた別の方にはこういうふうに言われたことがあって私もねあなるほどなって気づいたところなんですけども私の場合はねマジでとかガチでって言わないんですよ本当にまあ自分で言いたくないんですよね似合わないと思うんでで言わないんですけども彼に言うことがあるとしたらこういう言い方なんですよというのが「え本当にどういうことなの?」って聞くんですよあそれは確かにそうかもね 本当のとこ教えてよっういうふうに言うと真面目に自分の悩みとか驚きを聞き入れてくれてるって気がするんで安心して本音を言えるそうなんですよ。で私の言い方っていうのはその後でねこういうふうに言うらしいんですよ。例えばね「え本当にどういうことなのそれ?」これさ若い人が言うんだったら「ガチで?」とか「マジで?」っていうやつなんだけどもまあそういうのは俺使わないからさ「どうして?」っていうことになるんだけども「どういうこと?」 聞くんですよっていうふうな言い方をくぼっちはするからすごく大人だよねって思った通りの人だから安心して信頼預けることができるよっていうふうに、まあ、当時私はねかなりの年の差恋愛をしていたんで、まあ、今でも年の差恋愛してるようなもんなんですけどもでなんか結構納得したところがあってねそれはやっぱり40代50代といえども感覚は20代とかで覚えた言葉を使っていたりとか30代で覚えた言葉をそのまま使ってるんですよ。 でも、ある一定の年齢が来たら、今度はね、10代とか20代から見て、いい年したおじさんがね、40代、50代のおじさんがね、いまだにそんなお坊ちゃま言葉使ってるのお子様言葉使ってるのいわゆる生きった言葉使ってるのってことらしいんですよ。だからよく男性は飲み会に行ったら武勇伝を語って嫌われるとかあるでしょあとはなんとなくこう、昔の価値観を押しつけがましく言ってくるから嫌われるってのあるでしょあれ以上に、 ガチでとかマジでとか言われたらそれだけでもうね今まで積み上げてきた信頼とか年上に対する敬意ってのは全部崩れ落ちるそうなんですよだから絶対に聞きたくないっていうふうな意見がかなり多かったですでまとめるとねガチでとかマジでって使うのは自由なんですけども40過ぎで使うとモテなくなるってことじゃないかなと思ってるんですよで私はもともと使わない人間なんですけどもさらにね使わなくなったってことですよね まあ使わないところからさらに使わなくなったっていうのはどういうことかよく分かりませんけどもまあ言わないですし書かないですね私もね結構ねうんその20代で、あのー、ガチンコっていうね、あのー、テレビ番組でガチンコファイトクラブっていうのがあってそっからガチって言葉になったと思うんですけども私もだから20代ではガチって言葉ガチンコって言葉知っていたんですよでもなんとなくねそんな入り言葉使ってる まあ年代じゃないないと思っったたんんででまああ乗らなかったんですよねあと方言も私あんまり使わないでしょうん。だからね、あんまり影響を受けないで自分のずっと使い慣れた言葉とか概念っていうのをまあ、そのままね、丁寧に扱うようにしていたりとか、これ相手の方が聞いていたらどうかなとかね、年代の離れた人から見て痛々しくないかなってことをやっぱ考えるんですよね。で、そうなってきたときに自然とマジでガチでなんて言わなくなったんじゃないかなと思います。それが私のね あの若い方から学んだ40代50代のモテる人とモテない人の言葉の使い方の、まあ、一つの例なんですよねでもこういう方もいると思いますえでもこの人は例えばねキムタクはは使ってるじゃんなんなであれはいいの何が違うのっていう方いると思うんですけどもあの、ね、モテるやつはどんな言葉を使ってもかっこよくなるんですよでモテないやつはあのどんな言葉をね使っても痛々しいんですよね 特に流行り言葉を使ってるみたいで腹が立つからだからどちらかというとスタンダードな丁寧な言葉うん年を取ったら使いそうな言葉年を取ったら使いそうにない言葉を使った方がそれっぽく見えて知的で、えー、やっぱり流されてないように見えるんで実は信頼を得ることができてモテる可能性に近づくらしいんですよねうんまあ私もだからそういう考え方はまあありえるかなと思いました、うんで 私の友達のね、小野里さんの話になりますけども、小野里さんはね、別にガチでとかマジでとか使っても使わなくてもモテるんですよ、この人は。だから、自分が小野里さんと同じようにやらない方がいいなっていうことは結構あってね。でも、小野里さんを見習いたいところもあるんですよ。それの見極めが、まあ、個々に託された選択肢なんでしょうね。私は小野里さんに真似ていきたいところと、ここは俺が真似たら痛々しすぎるなっていうところと、ちゃんと使い分けて、まあ自分のアイデンティティをね、 まあ確認してるってところかなというところでございます。はい。あの、勝手なことね、言うようでしたけども、実はこのテーマって、年に一回ぐらいね、あの、なんかで話してると思うんですよ。さすがに40代過ぎたら、今まで使ってきた若者言葉と決別をしてね、年齢に応じた人格と、年齢に応じた収入と、年齢に応じた人脈をね、持つようにしないと、軽く扱われて、はい、さよならっていうふうに、 全年齢からなってしまうよってことなんですよ。まあでも、自分を貫きたい方はね、それは全然いいんですけども、私がなんでこう言うかっていうと、ことビジネスの塾だからなんですよ。ビジネスをしてる上でね、もしくは、まああの、アラフォーでモテる方法とか私やってるわけなんですよ。あの、ガチでとかマジでっていうふうなやつはモテないです。はっきり言って、40代、50代にもなって、そんな言葉を使う人は。で、モテていて使うのはいいんですよ。モテない人が使うと、 若い人から腹が立つ。異性から腹が立つみたいなんですよ。だからここはもうね、理屈じゃなくて感情の世界なんで、おとなしくそれに従った方が、まあ、人に好かれる自分っていうのをね、作ることができるんじゃないかなと思います。嫌われても好きな言葉を使いたい人は使っていいと思いますよ。それこそね、ボケかすしねって言いたいんだったら言えばいいんですよ。でも、それと同じぐらいのレベルでもう聞きたくない言葉らしいです。発する人はそんなに気にしてないのかもしれませんけども、聞く人はね、聞くに耐えない。 あんたその年齢で何その言葉遣いってなるそうなんですよ。用心した方がいいですよね。うん。でも逆の立場でね、私たちも、まあ憧れていた女性がね、これは年代が同じでも多少若くてもね、びっくりするような汚,汚い言葉を使ったらやっぱりね、うわ、この言葉こいつには使ってほしくなかったなって思うじゃないですか。で、私たちは黙っていますけども、うん。でも私たちが使うと黙ってらんない人が出てくるんでしょうね。 それはもう受け入れなくてしょうがないような気がします、ね。はい、じゃあ以上でございます。